コーメタユー、コーメタユー、コーメタユー、1972年4月20日隊は、日本のお笑い芸人である。本名は、赤井隆。東京都杉並区出身。ソニーミュージックアーティスト、SMA ニートプロジェクト所属。旭川大学経済学部中隊。1972年4月20日、東京都で生まれる。父は、 芸能プロデューサーの本間翔三郎、母は元女優の深見恵子、東映ニューフェイス、第一期生。1995年、梅沢文雄劇団に所属し、明治座などの舞台に立った。お山をしていた時期もある。1997年、お笑いに転身。2000年から赤井隆名義で、富山坊とジャンプ2000というコンビを見、担当はボケであった。後、 コンビを解消、単独でアマゾンレースを名乗っている。2005年、エンタの神様、日本テレビ経営に初出演、コウメ太夫としてブレイク。2006年5月10日に CD、コウメ記、CRCP-1138,200 円を日本クラウンから発売。発売した、週のオリコンチャートでは、初登場36位を記録した。ちなみに、 売り上げ枚数は2万枚、推定。CD の内容は、曲ではなく、エンタの神様で行っている、小梅日記のネタを3トラック分、カラオケバージョンを3トラック、計6トラック収録。自身の、着歌が30万件ダウンロードとなり、ゴールド配信大賞を獲得した。その後、着歌が60万件ダウンロードを突破し、プラチナ配信大賞を受賞した。 その後、80万件ダウンロードを突破している。2007年6月18日、同年2月に、元 OL、作家、泉木蘭と婚姻していたことが報道され、2007年7月7日、第一子となる男児が生まれたと報道された。2009年、占い師に、小梅を、小梅に変えないと、トラックに引かれるわよ。と言われ、芸名を、小梅太夫に改名。 泉木蘭の手記で同年離婚したことが公表された。なお、長男の親権は孔明が持っている。2013年8月3日に、神奈川県相模原市で行われた、第1回ムーンウォーク世界大会のお笑い部門で、準優勝。2017年3月11日、リニューアルオープンした、小木久保タウンセブンの屋上でお笑いライブを行った。これは、孔明自身が、 小木くぼ界隈にゆかりのあることから実現したもので、公明曰く子供の頃にタウンセブン屋上の遊具で遊んでいたとのこと。福岡県田川郡川崎町のプロモーションビデオに起用され、2017年9月25日正午に PV が公開された。同町出身で同じ小梅の名を持つ民謡歌手赤坂小梅と、 芸名や容姿が告示していた子から起用されたが、孔明自身はこれを不思議な偶然と語っている。少年時代はマイケル・ジャクソンのスリラーの映像に感動し、マイケルに憧れる歌って踊ることが好きな少年だった。この当時はもっぱら方楽よりも洋楽を好んでいた。14歳で歌って踊る人生を送るのにはぴったりだと思ったことから、 ジャニーズ事務所のオーディションに応募。しかしいくら待てども返事がなかったことから、直接事務所へ出向き、そこで落選したことを知った。この時、まさか、と思ったという。ピーク時の月収は400万円あったが、2009年、当時の月収は平均して2万から3万円。エンタの神様出演当時は、週5本の営業があったが、同番組終了後は月1本に減少。 その後4800万円のアパートを購入し、月35万の家賃収入で生活。アパートを経営しているが利益が出るまで30年かかるという。マネージャーの実家が不動産関係の仕事をしていることから、マネージャーにいろいろ、アドバイスを受けるという。親しい芸能人は、山地徹、雨宮、広志、高松奈々。また、 2013年10月に交通事故で死亡した桜塚や君とは特に親しかった。コウメ日記、コウメ日記とはコウメ太夫の一連の漫談スタイルである。着物、白塗り、ゴム製カツラという姿で女性を模した奇凶な裏声で縮小。畜生いや、ウレチードとアメキチラすというキャラクタースタイルを基本とする。私、狂い崎コウメ太夫と申します。 つれずれなるままに書き散らした、公明日記、お聞き下されの工場で始まる。ネタ冒頭では、中村光子の、島田の、ブンブンのイントロが使われている。エンタの神様には2008年まで25回、出演していた。エンタの神様には2006年11月18日の、出演から4ヶ月間ほど出演していなかったが、2007年3月10日に、お先にどうぞ。 長島智博と関根和美と一緒に小梅田優ズ図杯、チーズのユニットとして同番組に出演した。ネタは小梅日記と同様の自虐ネタだが歌の調子は変わっており、ほぼすべて同じ音程でラップ調であった。さらにネタとネタの間に地声でのトークを挟んでいる。また2007年7月7日放送分の同番組で同じユニットで登場したが、 顔が白塗りから黒塗りに変わり、髪ももじゃもじゃになった。ネタは同じくラップ調だが、ダンスの披露を織り交ぜていた。2007年9月22日放送のエンタの神様に出演した際には、宇宙人にさらわれて改造されたという設定で、顔全体が銀色に染められていた。また、2008年2月16日の放送では天国に、 いった死神という設定として出演し、顔の色は白に戻されていた。その後出演しない期間が続き、これ以降、エンタの神様に出演する際には、毎、異なるネタを披露するようになった。コウメ日記以後は、ロックコウメ太夫や、マイケル・ジャクソンを模した、ジャクソン太夫、レンジ氏、お坊さん、ドッキリ八兵衛、ドッキリ、ドッキリ、ドッキリ八兵衛、ドッキーン。 などのセリフが特徴など様々なキャラクターに噴してネタを披露している。また2012年頃からは、畜生一週間というスケッチブックを用いたネタも行っており、内容はコウメ日記のスタイルを踏襲したものである。藤本敏文はこのネタを含めコウメが出演した、テベコンヒーロー2012年5月29日放送分を録画したものを自宅で30回見たと、 テレビブロス2012年15号、東京ニュース通信社に手ごている。一発や、滑り芸人として認知されており、前述の藤本にはよくモノマネされているほか、藤井健太郎、TBS テレビ演出家が関与する番組にはたびたび登場している。近年はツイッターで、毎日畜生と題し、毎日ネタを投稿している。そのネタは極めてシュールなものになっており、 営業で共演したマジカルラブリーには、もはや哲学的、笑いを超えた何かと評されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。